伊達巻が歩いてる。あ、伊達巻。伊達巻。伊達巻ね、名前は。これ成長するとあの鶏になるの？伊達ちゃん。俺、伊達ちゃん。伊達ちゃん。伊達巻だ。さて、行きます。大丈夫かな皆さん。あの、往復するんで、うん、後から来る人は一回拠点で待ってても大丈夫です。もう今物資を持った人は一緒に行っちゃいます。はい、はい、あ、特にじゃあ物資持ってないんで、じゃあ 2回目でも大丈夫です。でてか先に槍持ってっていいですか。じゃあ持てるだけ。あ、いいです。俺もそうしよう。道はね、もう間違いようがない、まっすぐなんで、トモさんの性格のようにまっすぐな道が出来上がっております。もう一回お願いします。なんだって？トモさんの性格のようにまっすぐな道が。あちゃみさんのでよう聞こえんかったわ。って何？ごめんごめん。え？なんか目の前に行ったんだよね。医者に行った方がいいよ、それ本当に。行きますよ、いいですか？はい、いいですよ。はいはいはい、ジャンプ。みんな裸で。うん、裸で大丈夫。多分戦闘の人しか戦わないから。あ、で、こっちです。ついてきてくださーい。行きまーす。で、これ最初はこう作ったんだけど、ブロックが足りないと思って途中から、ギリギリのところで、途中で横道がなくなります。マジですか？はい、ここを通るときはですね、右にね、塔があるんですよ。何個か。その塔がある分だけ僕はそこへ落ちたっていうことなので。なるほど。はい、そういうのの思いに馳せながら渡ってください。へぇー。ここ怖いよね。怖っ。はい、最初の塔が見えてきました。ここの右に今 L 字型になってる。はい、これこの右に今足場になってる。これ僕一回目落ちました、ここで。第一落下。はい、第一落下。どんどんいきます。怖っ。もう迷わんでしょ、ここで。ここ、はい、もう一回怖いところ来てます。あ、怖っ。はい、怖いです。はい、ここ2回目僕落ちました、ここ。ちょっと半ブロック使ったらわけわかんなくなって落ちました。はい、ここも落ちました。うわー、燃えた。みんなちょっとストップして。よいしょよいしょ。オッケー、よし、オッケー。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。もうここまで来れば大丈夫です。オッケー。はい、オッケーです。本当はもう3回くらい落ちてるけど、塔を立てずに周りの山から回ってきたところもあります。はい、ここです。で、ここまっすぐ行けばもうドラゴンのところ、ほら、あの螺旋階段がもうそこに見える。じゃあもうジェットパックとかつけといた方がいいっけ？つけといていいですね。あと僕もう一往復して荷物取ってくる、いろいろ。あ、ここは物資の、はい、休憩所です。はい。あ、ここそもそもすれ違えないようにな、あ、俺がこの落ちたここの塔を使ってすれ違える。どうぞどうぞどうぞ。あの田舎道でよくあるパターン。戻ろう。あるある。どうぞどうぞどうぞ。おお、ナイス譲り合い。な、なに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 。ふんふんディフェンスしてる人がいる。どけや。旅行練習。よっしゃ、行こうぜ。行きましょうか。うん、スイカジュースを飲む。レッツゴー。飲まない。早かったかな、これ。え、飲んじゃったよ。いや、大丈夫大丈夫、もう本当に近いんだよ。いた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 、ヤッコさんいた。燃えてる燃えてる。うわ、もう燃えてる燃えてる。戦う気力を失せる場だな、ここ。怖っ。あ、でもあの螺旋階段よりはいいわ。おい、螺旋階段の文句はそこまでにしとけ。よし、じゃあ僕は特攻してなんとか頑張って下に入って拠点を。オッケー。火吐かれたらジェットパック使ってくださいね。着地にもジェットパック使わなきゃダメです。本当だ。バーステンさんにブロック渡しとけばよかったかな。ルートがない。埋まっている前回のルートが。やばい。よ、いいよ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 。ドラゴン刺さった。矢を回収しに行きたいな、ジェットパック使って。うん。あー、溶岩が広がってきた、やばい。ブロックが必要かな、バステンさんに。一回槍を作りに戻ってくる。これは長期戦を見込んだ戦いなので、皆さん、あの、短期で無理しないように。なんて丈夫なんだ。槍、俺吐き出しまくってるから拾ってっていいよ。ここしまって。刺さっていく。刺さっていく。刺さっていく。おっと、投げる。そんなとこにガイコツちゃん。え、待って待って、あ、マジか。こんなとこで嘘。うわ、いや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 、マジで。わ、いや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 。大丈夫。助け行くか。袋がね。大丈夫か。袋に湧いとったんよ。はい。半分切ったぞ。敵の体力。大
なに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 、やりがない、どうした、なに、ごめんね、何が、何があった、あ、うーんって、よいしょ、よし、敵の体力あと3分の1ぐらいまでいきましたよ、皆さん、もう一息、もう一息、おー、いけるかな、これは、やばい、もう矢を全部投げ切った、痛い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 、潜っちゃったかな、階段のところが分かんなくなっちゃった、あー、矢が拾いそうで拾えない、刺さってんのにな、階段はハートの方、ハートじゃないや、あの天使の輪っかの方だよ、ラララ天使の羽、ね、うわー危ねー余裕があるのかないのかどっちなんだろう、あれ痛え、復活バカドラゴン、直殴り、直殴りドラゴン、どうこれ、かっこよくない、イエーイ、みんな見てる、イエーイ、ごめん、余裕ない、見て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 、えいえい、あ、やっ、やべ、直殴りドラゴン、つえ、あ、でもこれさ、いけんじゃない、もういけそう、これパターン入ってますね、パターン入ってますね、ただこの、欲しいな、矢が欲しいな、石の矛が欲しいな、みんなが投げてる石の矛が、復活、無限の間に、あ、ドラゴンに刺さってるやつはあれだ、すれ違いざまに拾えないわ、ダメ、マジか、死んだ、もう拾いに行くしかない、拾いに、ドラゴンが動いた時に、下に突き刺さった時に狙うしかない、あとちょっと、よいしょ、もう刺さった、いける、すいません、いった、炎は永遠なり、ナイス、倒した、やったー、いいチームワークだった、あちゃみさんが途中で歌い出すっていうハプニングがあったが失礼いたしました、ランドセルの歌を歌い出したてててて天使の羽でしたっけ、天使の羽歌ってたあ、次はこの卵なんだ、そうで、これ本当はもう一段階ドラゴンがいて、次カオスブラックっつったかな、カオスだ、そう、次カオスブラックドラゴンっていうのを倒すとこれで全部一周みたいな感じなんですが、我々は、そこまではやらずに次のゲームへ行きたいと思います、次のゲーム、はい、はい、まあ、しっかり遊んだということで、うん、十分楽しんだね、うんうん、やってんだし、内容濃いね、内容濃い、ジェットパック超便利だった、バーセンさんが一生懸命戦って申し訳なかったけど、いやいや、でも下は下で敵を引きつけるという助かった役割があったので、では数は力でしたね、そう、数の力でねこの実況もクリアしたということで、まあ、また時間があればこのカオスブラックドラゴンに挑戦しようかなとは思います、おしまい、はいはいはい、じゃんじゃん、みんな溶岩避けれるからいいけど俺はてんてんてんそのスイス行かれてもちょっとごめんねごめんね確かに確かにだわ、確かに、あれニュース、もしかして男子のやり方知らない、えダブルダブルクリックごめん教えてなかった、ダブルダブルクリック、ずっと押すダブルをダダって、あれ全然速くないなあ、ダッシュした、これか、そう、今ニュースの後ろ一本道歩いてて、うん、ガツ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 後頭部に当たったからどうしようと思うそんなことやってたの、最後の最後までニュースには操作を説明しなかったみんな知ってるもんだと思ってスタートしてるからということで、僕たちは乗っていた飛行機が墜落して島に流されました、もう早速最初の犠牲者がここで倒れています、本当だ、ここは人がいた香りがする、うん、でしょ、肉もあるし、なんか飲み物あるし、本当だ、どうした、ライオン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 、え、なんか光ってますよ、光る石発見、もう明るくなってきた、明るくなって、え、絶対宙に浮いてんじゃん、あれそういえば今年翔さんのスカイプからカエルの鳴き声が聞こえない、もうちょっと押したら聞こえるんですよなんだろう、このおじさん、いや、持ってんのアピールで、アピールで、はいはいはい